世界遺産登録を目指す佐渡の金山について県民会議が開かれその価値を広め保全に取り組むことなどを確認しました佐渡の金山はユネスコの諮問機関イコモスから世界遺産登録を考慮するに値する価値があるとされその上で価値をより明確にすることなどが勧告されました 一昨日の県民会議には佐渡市長や国会議員などおよそ300人が出席佐渡の金山の価値を広め保全に取り組むことが決議されました佐渡の金山の世界遺産登録をめぐっては 来月21日からインドで世界遺産委員会が開かれ可否が議論されます。